さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の富田咲です。今回も囲碁実況の方をやっていきたいと思うのですが、今回は、とにかくね、自分なりの最前提を言っていって打ちながら皆様に分かりやすく解説するということを心がけて打っていきたいと思います。さあ、どんな碁になるのか最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちしました。よろしくお願いします。今回黒番で打っていきたいと思います。はい、というわけでね、黒番ということで、今日はね、初手星からいきました。で、お相手はね、三々で来られたので、そうですね、どうしようかな。私もこちら小目で、私もっていうかね、はい、小目で打ちました。お相手の方両方三々で面白い形ですね。地に辛いね、打ち方になると思います。白の方は。で、黒はどういう碁を打つのかっていうことなのですが、そうですね、いろいろあるとこですね。この辺かかっていったりとか、こっちからかかっていくようなのね、いろいろとどのポジションに打つのもありなんですけど、ちょっとこちらから打って、大体これには受けになると思うんですね。それに対して、何か開いていくというような感じで打っていこうと思います。はい、そうですね、二間で来られましたね。星とかが自然なんでしょうか。なんかね、肩つきとかなんとなく流行りっぽいのでやってみたいような気がするんですけど、どうでしょうね。流行りっぽいですが、あんまり見ない気がするのですが、ちょっとね、今回はトライしてみようと思います。張ってきたら、飛びとかね、伸びとかで打つんですが、多分そうこちら押しが本線でした。ここでそうですね、例えばこう覗いて、多分押さえになるんですけど、跳ねみたいな。ただ跳ねたら切られちゃうので、やはり飛びぐらい。そうするとこの交換は、そうか、悪手だったかなっていう気も してきますね。ちょっとした方向転換になりますが、飛びで打ちたいと思います。いや、慣れないことするもんじゃないですね。なんとなくまとまりがない感じになりそうです。割り込みか、何かこの間を裂いてくるような手を、はい、打たれると思いますね。そうですね、なのでここで、どうするんでしょうね。とりあえずここ何か補強する感じでしょうか。いや、ちょっとまだ本当に慣れないことするもんじゃないですね。ちょっと私としてはこの布石をどう方針を立てていいのかわからなくなってきたのですが、白としてはこの黒を分断していきたいので、何かこうツケとか打たれるかと思ったのですが、なるほど、手抜き。手抜いて黒に何か受けさせてからつけようかとか、そういう作戦の可能性も大いにあります。黒がここに打ったら賭けがぴったりなので、何か変化をしたいですよね。7、8、なのでつけました。つけてお相手の方が跳ねてきて伸びて、灰に押さえて開きになった時にこう飛ぶ作戦ですね。さあ、この作戦はどうでしょうか。お相手の方としても、でもここで伸び一発打って、例えばつけって変化してこられる可能性は大いにありますよね。なので私はこの手でこう打ちたいのかなともちょっと思うのですが、やはり出切られるとこの一目ね、取られるの大きいので、ここは押さえておこうと思います。で、ね、開きが定石なのですが、開いてくれるかどうか。でも開かれましたね。ここ開きになれば、一応ここ止めといて、黒は注文が通った形になります。秒読みを始めます。ただし、注文が通ったからといって形勢がいいとは限らなくて、むしろお相手の方は私にここを打たせてから入ってくる作戦だったのかもしれませんね。これはしかし冷たいところですね。ここ白に二間開きされると、ゆとりを与えてしまうので、ここは厳しく追求していきたいです。で、ここでお相手の方が例えば飛びとか打たれてきたら、上から帽子でかぶせていく。もうそれは見え見えなので、何か変化を排される可能性が高いということで、下付けですね。これはね、大体悩むと思います。皆さん、押さえか跳ね出し、もしくは引くって選択肢もあるんですが、何がいいのかっていうと、こういう場合はですね、例えば押さえると植え付けとかね、何か調子を求めているケースが多いので、調子を与えないように引いとくのが、こういう時のおすすめかなという気がします。なのですが、例えばこの辺つけて引いて、こすんで押さえて、へこみみたいな感じで、ちょっとこの引きになったことにより、ちょっとここで目を作りやすくなっている側面はなきにしもあらずですね。さあ、覗き、つなぐか出切りですね。4、5、6、7、出切ってみたい気もしますね。注文っぽいけど、でも一つの急所のような気もするので、ここは出切ります。
でこの白を逃げ出してくる可能性はおそらくなくって、これが本体ですから、あ、手掛け継ぎとかで何か逃げてこられるのかなと思ったのですが、なるほど、このタイミングの滑りはうまいですよね。あー、これ受け方悩ましいですね。なるほど、これがいいところにいるので、でもほっとくとコスミつけてこう跳ねられて楽に連絡されちゃう形なので、いやちょっと待ってください、これ受け方分かんなかったですね。まあ聞かされ感もあるんですが、しっかりこのラインをつながる打ち方をしました。中で生きる手はおそらく無条件生きは現状ないはずです。引いてもまあ押さえて引きの、まあここが急所なので、現状中では生きられないので、お相手の方としては脱出するしかないのですが、なるほど、そういうことがありますか。これは私がここに打ったら、はって押さえてへこんで中で、これは生きることができますね。したのでちょっと頑張りますか。ただこう頑張った時にこう当てていって、こうしていた時にこれがちょうど掛け継ぎのポジションに来るので、上脱出できるよっていう主張で、この手私見てなかったけどすごいいい手だと思います。もうしょうがない、伸びていくしかありませんね。あっさり脱出されてしまいましたが、まあでもやむなしですかね。跳ねたいんですが、どこでしょう、抑えられちゃいますかね。で切ってこうつける味がちょっとあるんですよね。でも跳ねたいのでね、ただ跳ね返された時に、そうですね、ここで切りまで行くのはちょっと怖いかなという気がするので、そうで、ここでね、例えばこうツケとかの技を飛ばすこともちょっと考えてるんですが、切って伸びて、このシチョウはさすがに黒がいいですかね。切って白から押す手は4なので、6、7、ちょっとやっぱり技飛ばしていきましょうかね。この辺つけて、イメージとしては例えばこのように受けられたら当て継ぎ決めて切りとか打てたらいいなって、ここ切りたいんですよね、ものすごく。逆に言えばお相手の方からしてみれば、ここ切られたらたまらないぞっていうこともあるんですが、これは結構ね、本当に釧路としては最強に頑張った手段なんですよ。これに対して下から受けると上当て継ぎで壁ができるのを嫌ってるのですが、ここに切りが生じるところがどうなってくるのか。でも分かった、そうか、この2目を捨てようっていうことですかね。例えば伸びてつなぐとか、まあ、切り一発下がりの伸びとかでも結構大きいんですけど、これ捨ててただこっちに攻撃をっていう可能性はあるのかなと。まあ、白はここで抑えればこの2目取れるんですけど、こっから当てを決められて切られるとかなりね、ここ壁ができちゃうと切り距離近いですから危ないと思うから、多分これね、2目捨てのこちらで来られると思います、当たり。あ、そっか、ここで当てられちゃう、なるほど、そうか、ちょっと私もうちょっと軽率でしたか。切りで上跳ねとか、なんかそっち方面で行った方が良かったですね。なんだか急にこの2目は大したことがない石に見えてきましたね。まあしかししょうがないですね。行きがかり上、まあ当たりを打って、はい、そうですね、これでまあだいたいまあこの2目を取れているとしたものなので、まあ、これで伸びぐらい打っておいて、はい、まあ、この白はねこうつながってしまったんですが、まあ、一応黒はこれが取れたということで満足をしておく形かなというふうな気がします。これに対して攻め合いですね、黒は受けとくぐらいかなと思います。はい、ただしまあまあいい別れでしょうね。ここなんとなくいい形ですし、白もやはりまあ連絡できたのは大きいですよね。あとお互いこことここはまあそれぞれいい場所打ち合ってて、まあ、ここに白地があっていい勝負だと思いますね。この後もこの上辺だとか左辺右辺がどうなっていくのかっていうのがポイントになってくると思います。私のこの石はまあ一応厚みということにしておきたいのですが、まあ、こういうところはもう絶対伸びは欠かせませんね。ここ頭跳ねられると2目の頭の急所になっちゃうので、ここは欠かせないところです。でお相手の方がこれも押しを決めたっていうのは、黒にこの曲げとか打たれるのが嫌だったんでしょうね。まあこことかこことか、まあ、今でもこれ嫌なのかどうか、ただ白はでもずっと押してっても車の通しって言ってね、後から押す形になっちゃうので、はい、良くないということで、そうですよね、手抜きが、はい、本線かなって気がしました。
ここでそうですね、私としてはどう持っていくか。やはりではこの黒はでも強い石と考えたいですから、この黒の近辺に打つのはあの NG なのかなって気がするのですが、あこれねポジション迷ったんですよね。そうそう、こっち大きくなっちゃいますからね、こっから行くとどうかなってちょっと思ったんですけど、打っちゃいましたね。まあ、左辺が盛り上がっていくのはバカにならないのですが、そうかといって左辺から打つ気もちょっとしなかったので、まあ、こちらからいった反面どうまとめるのがいいのかがわからないですね。まあ上辺を黒っぽくしていっているのですが、まあ、打ち込みもあるし、お相手の方これどうされますかね。三三かかかりか、もしくは何か消しに来られるか、だいたいこの辺が候補かなって気がします。あーここに、いやーこれね、この黒は強い石なんですよなんて言ってますけど、じわじわと迫ってこられてますが、でもこういうとこちょっと、あでもこのコスミツケを狙ってるとかですかね。ただ、さすがにこれちょっと受ける気がしないんですけど、じゃあどこに打つかな。あーちょっと待ってちょっと変なとこ入っていきましたけど、はい、これは打ち込みですね。まあ若干ここが二間なので、まあ、ちょっと隙がありますよっていうことと、あとはそうですね、ここの白が大きくなりすぎるのをちょっと牽制したような意味合いがあるんですが、1,2,3,4 飛びかツケとかでいくかですけど、まあ、飛び無難ですかね。でも飛んどきましょう。次ツケがありますよっていうことを言っときたいと思います。はい、そうですね、やはりこれ狙っておられましたね。ちょっと一つの狙いかなっていう気はしてました。当て込めば硬い打ち方なんですけど、まあ、当て込みが無難かな。こう押さえるとこう引っ張るようなことを白としては考えていると思うんですね。なので当て込みからいって、例えば出てきたら切って、まあ、このこう当てる手も残るし、こっちから当てる手も残るしってことで、まあ、黒一応この黒とこの黒は現状連絡できていると思います。つなぎにはこれで連絡できる。なので、はい、お相手の方はでも出てこられたんですね。これを切ったらどうなるのかっていうところは一つ、悩みどころですね。次に黒にこう当てられると、この白こうね行き止まりになって取られちゃうから、こう助けるぐらいだと思うんですけど、一応こういうふうに当たりにすればこことつながるので、まあ、黒としてはそう怖い思いをしなくていいって言ってたんですけど、なるほど、お相手の方の狙いは私がここに打ったら切ろうとされてますね。1で抱えたらこう切ろうとしてます。これ告げない形になってるんです。でもだからといってこうやるしかないんですけどね。白のこの出に対しては黒上から打って、これ打って返しの形になってます。多分切ってこられると思いますよ。そうですね、まあ、切りに対して、あ膨れてこられましたか。これはまあ、ここの隙をやはり気にされてるし、お相手の方としても 1,2,3,4,5,6 どうしたらいいんだろう。これ何、めちゃくちゃ筋悪いけどこうやりますかね。こうやって押さえに行った時にここにやろうとしてたけど、筋が悪すぎて嫌な予感がしますね。ただはい、黒としてはこの割り込みをとにかく防ぎたかった、まあ、黙って継ぐのがかっこよかったのですが、ちょっとこう俗に言ってしまいました。これ何が嫌かって、羽が嫌ですね。押さえたら切られて、こう打った時にまた白が跳ねますよね。で黒押さえて白切りに黒が当てた時に、ここ切る手があって、黒告げない形になっています。多分これ今早口でこんな言われて分かんないって方多かったと思うんですけど、まあ、要するに、はい、まあ、今ここから打ってくださったので分かりやすくなりましたけど、跳ねたら切られますよってことですね。これが当たりになっちゃっているので、黒はここを抑えられませんよと。なのでこうぐにゃって曲げるしかないわけですが、まあ、非常に、ね、愚形と言いますか。ただし愚形なんですが、結構頑張っている側面もあって、この白分断していってますからね。だから白としては、でもこれこうやるしかないと思うので、黒もこう押さえていって切る手が生じます。はい、部分的にはそこそこ形は悪いながら、ちょっと頑張った形かなっていう気はするのですが、こういうふうに打ってもね、白もこう黒に出ていかれちゃうので、今こちらからいかれました。で、多分黒の出には割り込みを用意されてるとか、なんかそういう、しかし割り込みに対してはこっから切って白下がりに飛びで、はい、分断できるので、
ちょっとそうですね、白もここを行くのは怖いかもしれませんね。白としてはこれなんとかしないといけないっていうことで、ね、今ここ打たれました。で切りだと思いますね次は。で私抜きになりますね。まあ黒ここ分断されちゃったんですが、一応この黒分断されてもこっちでこうニョキニョキ伸びていっているので、まあ現状目の心配はないですね。大丈夫です。はい、でカケツギ。まあ一応分断されたのでこの3目はそれなりに警戒をしないといけない形ですね。本当ね覗きたい形ですけど、押されて後が続かないなって感じなので、7、8、9わかんないですね。桂馬、まあツケとか飛ばれたら楽に脱出されてしまうので、この手はちょっと、あんまりいい手とは思えないんですが、ちょっとどう打っていいか分かんなかったです。ぴったりと白を包囲する手が見えなかったんですね。6、7、8、9。まあ私としてはこの白はそんなに本気で狙ってなくて、そうですね、もうつながってもいいから、まあなんかこうそれなりに少しいじめることができたらいいなぐらいの気持ちですかね。でもツケとかどうなるんでしょう。わあちょっとやりすぎかもしれないけど、やっちゃったかな。このツケ越しにちょっと一抹の不安を抱えてるんですけどね。例えば白ぶつかり黒押さえ白ツケ越しみたいな手はちょっと怖いんですが、かなり過激な手なので何か白から、まあ、跳ね返されたりとか、こっちから出ていかれたりとか。あ、ほらでもやっぱ来ましたよね。そうそうそうなんです。そこがね怖かったんですよ。まあ、これは黒としてはでもこの黒とこの黒を分断されるわけには絶対にいかないので、もうこうやる一手なんです。で切られた時です。問題は切られた時に例えばぶつかりとかで頑張る手があるかどうか。白こういう風に打って捕まるようなことがあれば最悪ですね。なので切られた時にもし黒が妥協するならば抱えってことになるんですけど、7、8、9。でもあ切んなかったですね。これねややこしいこと極まりないんですよ。どうなってるんですかね。そもそも、もうだからやめてもこれつながらせて引きぐらいで打つっていうのはありですよ。3、4、5、6。考慮時間があるんでしたっけ。7、8、ありますね。これは使う価値がありそうです。黒としては考えるべきは切りか引きです。でも切りっていうのはもう本当に取りに行ってる手で、あんまりそんなに目くじら立てない方がいいような気もしますので、そうですね、ここはやはり引きぐらいにしときましょうか。怖いですからね。これはあっさりつながられちゃうんですけど、例えば、まあ、この羽とかが効けば、まあ、それなりに黒立派な壁ができましたよっていうことですね。ある意味白をこうダメ場をちょっとたくさん打たせてるような意味があるということを、まあ、主張していきたいなと思います。1、2。あーでもこれ本気で、ちょっと待ってください。あのね結構ねこの黒そうなんです、目がね実はそんなになくて、1、そうですよね。3、4、5、6。え、どうすんですかこれ。7、8。あ、ちょっと待ってよ、これ欠け目になってますから、ここが、はい、そう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 、これ欠け目なんで次白に滑られると部分的に目がないんですよね。だからすごい気をつけなきゃいけない。3、4、5。こんな調子乗って攻めている間にみるみる黒が目がなくなってきてしまっているという図の一つですね。これつなぐと部分的には滑られて死ぬんですが、あ、だから一発これを決めとくっていうのはありですかね。1、2、3、4。これ効くと思うんですよね。はい、この白を次這われたら、まあちょっとだいぶこれ窮屈になっちゃいますから。でも別にこれまだ生きてないですね。はいとかですね、打たれて生きてない、生きてないか。だけど次たいんですよね。3、4、5、6、7、8、9。あーちょっと待って、考慮時間使っちゃいました。残り1回です。次と何が怖いって後手引くことですね。この辺に打たれてドンビとかになってここで後手引いてこれ死ぬっていうことが最悪です。4、5、6、7、8。受けときますか、怖いから。
ちょっとビビりましたけど、まあ、手堅くいくて、まあ、この切りはねでもそこそこ大きい手なので、そうですね、まあ、お相手の方が1、2、3、まあ、すぐ打ってきてもおかしくないけど、やはりでもこっち何か消してこられるのが本線ですかね。大きな手が残ったっていうことで、あ、そうですね、切りですね、まあ、これ抱えぐらいだと思います。一応現状シチョウはいいですが、何かシチョウあたり来られた時に抜かなきゃいけない形、うん、これ絶対シチョウあたりですよね。そうです、これはシチョウあたりなんですが、こうやる手があるかな、こういうふうに黒が打った時のこのシチョウもしっかりと確認、でもこれシチョウあたり打たれた時でも少しでも得になるようにって考えたいですよね。一応ね、多分これまだ黒勝ってます。こう来てもこう行ってこれで取れてるんですね。まあ、ぜひね、頭の中で皆さんもイメージしてみてください。で、次こうやるとどうなるか。これはさすがに逃げられます。ただですよ、この4目別に捨てても良くない仮説が浮上してきました。こんなに。これ結構この抑え込みもすごい。もう4目捨ててもいいような気がします。逃げてきたら頭叩きます。この4つはもうこの白が結構しっかり生きたので、捨てても構わない、その代わりこっちを地にしようっていうのが私の作戦ですね。はい、でもまあやはり白としても行きがかり上ね、そうです、逃げないと面白くないっていうことですよね。まあ、ここはもうさっきね、予告した通り跳ねていきます。今度はシチョウはちょっと白は何か受けないと、はい、危ないってことで曲げになりましたね。でですね、どう持っていくかなんですが、まあ跳ねたいですかね。切りつなぎで、はいはい、まあ、かこう、はい、単跳ねかどっちかかなと思ってました。まあ、これ次か伸びか悩ましいところですね。どちらが正解なんでしょうか。継ぐのも分かりやすいんですがね、伸びって味悪いんですよね。7、8、9、あ、だから次ですかね。ちょっと分かんなかったです。これ伸び切りが見え見えなので、ただこの切りをちょっと白としても警戒される可能性はある。かけ継ぎとかに変わるかもしれないですね。あ、なるほど、抑えで来られました。これね、いろいろなんか打ちたいとこあります。切りはこう当てて来られるってことですかね。でもなんだかんだここがね、大きくまとまってくる展開になりつつあるわけですね。これ伸びたいです。でもこれ大きいですね。ここ外せないところかなと。でまたこの切りも狙えますしね。切ってで白ここに来て黒伸びたら白出に、こう黒曲げた時にこの4つが当たりになるので、これやはり何か守んなきゃいけないんじゃないかって気がするんですよね。6、7、8、9。でもね、この中央やっぱ4目取られたのってやっぱりね大きいんですよ。やっぱりそれなりに大きいので、地合いどうなんでしょうね。ちょっと上辺を上手にまとめることができれば黒が優勢な気がするんですが、あんまりうまくまとまんないと結構白地もちょこ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 っていうか結構大きくあるので、はい、気をつけなきゃいけないところ。ただこれ両当たり狙いなんで次とか何かに変わると思うのですが、どうでしょうか。お相手の方も受け方が悩ましいんじゃないかということなのですが、あれ、ここででもしかし残念ながら時間が切れてしまいましたね。まあ、これからというところだったのですが、お相手の方はもしかしたらあと1回交流時間があるということでちょっと勘違いをされてたのかもしれないですね。まあ、まだこれからというところだったのですが、ちょっと残念だったのですが、まあ、これから振り返らせていただきたいと思います。対局していただきありがとうございました。はい、というわけでこれから振り返りの方させていただきたいと思います。まあ、黒がこのシチョウに抱えた局面ですね。お相手の方がここに肩をついてきたのが面白い手で、まあ、この白を逃げていこうというね、シチョウあたりの一手でした。まあ、こういう時にすぐにこのように受けるとここの押さえが絶好点になってしまい、右辺の白もね結構大きくまとまってしまうので、まあ実戦は私は頑張って押していきました。まあこれでね、実は実質シチョウはまだ黒が勝ってる状態なんですね。でここで伸びてきた時にこうどんどん張っていって逃げてきた時、まあ、ここは頭を跳ねて、まあ、白もその代わり4目取ってと面白い振り替わりになってきましたよね。で、
まあ、お互いねこう上を狙っていったこの局面でお相手の方は残念ながら時間が切れてしまったのですが、打ち続けるとどうなるのか。一応この白とこの白が今黒にここ切られると両当たりになる形なので、まあ、次が想定されるのですが、まあ、ここに打って例えばなんですがこのように止めることができれば、まあ、そこそこ大きく黒がまとまるので、まあ、打ちやすいかなと思っておりました。なのでお相手の方はここの黒じゃ白1とつないだ手でもしかしたらこうね頑張っていくようなことをちょっと考えられてたのかもしれないですね。まあ、例えばこのように打っても取ることができるのですが、まあ、こちらねこうつないで頑張るかもしくはこちらで頑張って、まあ、切りに中でっていうね、まあ、ちょっとこれはまあ黒も抑えてこの4つがどうなるのかっていう戦いになっていくのですが、ちょっと白としてもこの先の展開を読むのにねすごい時間を確かに使いたい局面だったので、まあ、まさにねこれからという場面だったかなという気がしました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。